20日、広島瀬戸新聞ニュース、号外ですが、ちょっとね、心配なニュースも、また入っております。駅弁ですね、広島県内でもね、青森県八戸市の駅弁をね、食べた人たちが、体調不良ということでね、ちょっとこれ心配なニュースです。泉ですね、弁当のね、購入者の中に体調不良をね、訴えている人がいるということで、まあ、16日、17日ですか、土日にね、北海道の関係の弁当の催し事をしたということで、イベントをされたということでね、で吉田屋が作った、北海道特産、イクラの贅沢丼、これをね、なんか6つの店舗119個販売したけれども、まあ、その、ゲリラね、嘔吐の被害の訴えが相次いでいるということです。まあ、東北や関東ですね。同様の被害の訴えが出ていてね、ちょっとまたね、広島市の方で、保健所の方ですかね、詳しいね、原因をね、調べているところです。もうね、3日ぐらい経ってますんでね、まさかね、もう生物をね、今更食う人はね、いないとは思いますけれどもね、まあ絶対にね、食べないということですよね。それからね、食べて体調優れない人はね、保健所に連絡するようにということですね。ほんとね。ちょっとこれはね、非常に心配なね、ところです。あんまりしかしね、こういうこともね、今までね、あんまりね、なかったですよね。まあ、大昔はね、結構食中毒事件ってあったけど、それはだんだんね、減ってったんだけど、ちょっとね、これ心配なことです。それから、尾道、小学校3校、それから中学校2校ね、統廃合するっていう条例がね、強行可決されてしまいました。特にね、市内中心部のね、土堂小学校、非常にまあ戦前からのね、建物でね、伝統のある歴史的な価値がね、あるというね、ことだしね。それからやっぱり通学距離もね、非常に長くなると、統廃合によってね。特に小学生やっぱりね、長時間歩くっていうのも大変ですよね。小学校1年生にとっちゃ大変なところもありますんでね。なんかね、強行採決っていうかな。で、まあね、ほんと統廃合ありきっていうところですよね。ほんとね、そういう結論ありきでね、ほんと話し合いになってないというね、やっぱ傍聴したね、男性のね、感想が全くその通りだと思います。ほんと説明もね、十分されてないのでね、可決されてしまうと。ね。もうね、全くね、納得いっていないとは当然だと思います。ほんとね、ちょっとこれはね、尾道の市政に対するね、不信感っていうのをずっとね、やっぱりあれしていくもんじゃないのかなと思いますよね。教育委員会なりね、市議会に対するね、不信感みたいなのが出てくると思う。それはね、ね、合併された地域、尾道市外のね、尾道でいろんなね、三木町とかね、向島町、飯島市、それから、瀬戸田町、旧瀬戸田町、そういったところで吸収合併したね、出てきたね、市なわけですけれどもね、市の中心部だけね、残せっていうんじゃね、周辺の中部で理解得られないとか言うけど、本当でしょうかね、それ。ね、周辺住民の意見ちゃんと聞いてんでしょうかねって話ですよね。もう周辺も悪くするし、中心部も悪くすると。まあそういうところですよ。まあ結局もともとね、周辺をね、やっぱり不便にしてきたっていうね、部分があってね、尾道市もね、まあどこもね、合併してきたとこそうなんだけどね。じゃあね、もう周辺不便になったからね、じゃあ中心部もね、もう不便にしちゃえと。まあそういうことやってたらね、結局、尾道、まあどこもそう、全体の魅力もね、低下していってね、結局人口流出ということにもね、つながっていくんじゃないのかなと思いますね。せっかくね、結構若いね、お子さんお持ちの、ね、世代なんか結構尾道なんか移住してくる人も多いのにね、まあ、こういうことをきっかけにね、逆にね、衰退していくということになると、もうこれは非常にね、残念なことになるんじゃないのかな、ということをね、感じる次第で、ございます。弁当のね、被害の方がこれ大変心配ですしね。
尾道市のね、やっぱり、中心部の強硬な合併、これもね、またその尾道に中心部、特にね、いろんな、若い人が移住してきて魅力あるところにせっかくなってね、それがね、衰退していく結果になるとなるとね、これ非常に残念なことになると思う。だから、周辺部がね、不便にされたからって、じゃあね、真ん中もじゃあまた不便にしましょうと、いうことでね、あれですよね。新潟でも同じということね、合併で都市が衰退とね、結局ね、でも合併そのものもね、結局ね、間違いだったのかなと思うけどね、でもその誤りの延長の衰退をね、これ以上悪化させるってことはね、ぜひね、避けてほしいなと思います。松原さんね、コメントありがとうございます。新潟も同じですよね。うん。ほんとね、うん。ちょっとかなりね、失敗があったんではないかという感じがいたします。それでは皆さん、ちょっとイベントのね、問題で、今後注目、注意していくと。やっぱりね、合併ね、やっぱりまたね、この、合併してね、結局削っていくと。ね、これがやっぱりね、いかんということは、やっぱりね、共通認識にしていかないといかんのじゃないかなと思います。それでは、皆さん、失礼いたします。